はいどうも、マーシッコです。はい。今日はね、ちょっとゆるっとだらっとやらせていただきます。今日の動画は青春オーバーランの動画じゃない、マーシッコの動画だ。もう完全にね、青春オーバーランのチャンネルを、私物化してる。ごめん、今日はさせてくれ。させてくれ!頼む!はい、ということでですね、今日はちょっとゆるっと、先週もだらっとやらせていただきます。字幕なんかつけないぞ、今日は。皆さん、今日2020年4月13日ですよ。何の日だか知ってますか？今日はい、あれですよ、水嶋ヒロの誕生日ですよ。あ、水嶋ヒロさんおめでとうございます。ちゃうわ、ちゃう、合ってんだけど違うわ。僕、セシオバラマシコの誕生日なんですよね。無事42歳を迎えることができました。おめでとうございます。おめでとう自分、ありがとう自分、イエイイエイ。はい。今日、まあ、今ね、こういうね、緊急事態宣言が出て、こういう状況ですのでね、いつもならね、サプライズ動画とかをね、作ったりするところなんですけどね、緊急事態宣言もね、発令されたということでですね、まあ、一人で動画を撮らせていただこうかな、ということですね。だから、ちょっと、今回はね、セシオバランっていうよりは、マシコの動画です。ごめんなさい。ほんと私物化しちゃってます。そうなんですよ。僕、無事ね、42歳を迎えることができました。はい。ちょっと41歳をね、振り返ってみますとね、地獄だったな。っていうのが本音。辛かったな、41歳。本当に辛かった。本音言うとね、まあ、去年の春ぐらいからあんまり調子良くなくて、みんなにね、心配されながら動画続けてきたんですけどね、去年の秋、10月ですよね、ぶっ倒れてしまいまして、ね、それから僕はまあずっと今までっていうか、まあこの先もなんですけど、ね、自宅療養っていうか、ゆっくり休むことを第一優先で今動いてるわけなんですよね。で、セシオバーランに関してはね、僕以外のメンバーがみんな頑張ってくれてるんでね、本当に感謝しかないんですが、ね、42歳、そうですね、このまんまちょっとずつね、元気になれるように頑張っていきたいなって思っております。そうですね。だからもう、今年の目標というか42歳はね、もう生きるっていう感じです。本当に。生きていきたい。頑張りたいな。頑張りたいというか、のんびりとね、やっていきますよ。で、まあ、こんな状況なんですけど、いやね、嬉しいことがあったんですよ。そうなんですよ。3月の終わりぐらいかな。まあ、こんな状況だから早めにプレゼント渡すね、つって、僕の友人から、プレゼントをね、いただいておりまして、それをですね、毎年ね、素敵なスニーカーをね、その友達がですね、送ってくれるんですよ。なんでね、ちょっとね、それをね、見せたいなって思います。もう本当にね、本当気使ってもらっちゃって申し訳ねえなって思うんですけどね、こちらでございます。ドン。はい、こちら、ナイキのスニーカーをいただきました。開けましょう。ドン。はい、ナイキダンクロー SP、 通称バイオテックですね。はい、去年の12月に発売されて、いやもう僕もめちゃめちゃ欲しかった一足だったんですけどね、僕の体調のせいでちょっと並ぶこともできず、そしてオンラインでは全部外れてしまった一足でございます。いや僕の今手にあるんですよ。ほんと感謝だな、嬉しい。いやめちゃくちゃ嬉しい、本当ありがとうございます。いやー、感謝だよ。ねえ。本当にね。まあちょっとだけ解説しましょう。こちらね、2001年 COJP だったかな?COJP で合ってたよね。で、発売された一足の復刻になるんですが、当時はね、最近復刻されたプラムとかと同時期に販売された一足になるんですよね。まあプラムの他にも他に2色あったんですよね。はい。その一足になりまして、バイオテックですね。で、2013年に1回復刻あるんですが、そちらはですね、インソールにエアが入ってるタイプでね、ここに、タンとかも、シュータンとかもね、違うタイプになっておりました。今回はですね、2001年のオリジナルに近い形での復刻になりました。はい。まあ、細かいところはですね、まあ、発売当時にいろんな人が動画上げてると思いますのでね、そちらを見ていただければ嬉しいなと思います。僕の方からはね、まあ、こういう感じでですね、で、そうだ。僕がね、ちょうど倒れる直前ですよね。エアマックス90でバイオテック販売されてね、このカラーパターンが出たのもね、記憶に新しいんじゃないかななんて思います。
いや本当嬉しい、本当にありがとうございます、感謝感謝でございます。そんな感じでですね、まあ4月13日僕の誕生日、無事42歳を迎えられましたということでですね、以上青春オーバーランのマシコでございました。またねー。